こんにちは、飛鳥塾の中山です。我ことにおいて後悔せず。後悔とはくよくよと悩むこと。失敗した後の反省は大切であるが、後悔は必要としない。後悔して落ち込み悩む暇があったら、失敗をバネに次のチャンスに生かせ。宮本武蔵、独行堂より。さて、身体運動系の見方から言えば、老化現象とは筋肉の老化による筋伸縮の可動が狭くなることから始まり、筋肉の緊張状態が長くなることによって正常な速さで血液を循環させることが困難になります。血液の循環が悪くなると筋肉の中に老廃物が溜まりやすくなり、それが細胞に影響し痛みなどの不調となって現れます。体に痛みなどの不快感があると、さらに体は動こうとしなくなりますので、高血を繰り返すことになります。痛いから動かない、動かないから体は硬くなって痛みが出る。このような悪循環の中で不調や痛みを反復し慢性化するのです。そして長期間硬直し続けると、筋肉の伸縮が狭くなるために両端が付着している骨を引っ張り寄せたり、関節を固定して動かなくさせたりします。これらが背骨や骨格を引っ張り合って、骨格や関節を変形させる原因にもなるんです。そうするとさらに筋肉に伸縮性がなくなって、背骨に至っては人は徐々に前に倒れやすい姿勢になります。これは主に背骨を支える筋肉群、脊柱起立筋などが背骨をきちんと支えられなくなったことで起こる老化現象です。老化によって前屈姿勢が常習化すると、次第に肺をはじめ他の内臓を圧迫し始めて、内臓下垂や心肺機能の低下を引き起こします。こうなると人間は体全体のバランスが崩れ、免疫力や治癒力なども低下し、病気になりやすい体になってしまいます。このように人間の体が老化に向かう過程を簡単に話しましたが、不安だから怖いから目をそらすのではなくて、こういう事実を知った上で毎日の生活を意識して過ごした方が、健康への予防などの気づきにつながるのではないでしょうか。健康の身に限らず、体が硬いということは全てに関する上でマイナスにはなれ、全くプラスになることはほぼありません。スポーツや武道などでももちろん、まずは体を柔らかく緩めるということをなくして酒は進めませんし、上達もありえません。健康にしても何事を始めるにしても、体が硬いということは致命的でもあります。体の硬い人はまず体を柔軟にするということを第一にして取り組まなければ先は見えてきませんよ。ではまた、最後までありがとうございました。私たちはスポーツ上達や武道の極意を伝承するために、古武道の体の使い方と体幹トレーニングを含む意識や心の使い方を研究し指導しています。このような体幹力や体の使い方、潜在意識の引き出し方など達人力にご興味があれば、この動画の下部の URL をクリックして詳細をチェックしてみてください。またチャンネル登録とあなたのご参加をお待ちしております。